はい、こんにちは。日本改革党、靴沢良治でございます。ただいま、参院選、東京選挙区に立候補しております。今日も何件か電話ありまして、比例では投票できないんですか？申し訳ないんですけれども、東京都民の方しか、私には投票できないんですよね。なんか私一人しか出てないのに、つまり短期待ちじゃないですけど、短期なのに、なんかどうも日本改革と比例でも投票できる大きなところと誤解されている方が多いみたいで、まあ効率いっちゃ効率いいんですけれども、3年後の参院選は比例使えるように10人立候補を目指して、精進いたします。フレーゲル男爵様、中村義雄様、ペリズマイ様、ペリツマ様、無意自然様、ご支援ありがとうございました。無意様も、ペリツマ様も、ペリズマイ様も、中村様も、フレーゲル様も、何度も何度もご支援いただき、誠に恐縮です。ありがとうございます。政治活動資金にさせていただきたいと思います。昨日の動画で、物品を送っていただくのは、選挙期間中でも OK と言ってしまいましたが、選挙活動の現場で、ジュースだのもらうのはダメ、選挙法139条があれがあれでって言ったんですけど、OK じゃありませんでした。私の事務所の方に、送ってもらう物品を送ってもらうのもダメでした。選挙期間中はご寄付のみ OK で他はダメだそうです。これわけわかんねえな。例えばですね、けど私が選挙活動の場でですね、来てくれた人みんなにジュースを振る舞うとかなると、有権者買収と取られて、ダメっていうのはわかりますけれども、私がもらうのもダメなんだ。おかしいな。ちょっと理解できない法律であります。どういう意味なのか。というわけで、物品のご支援もご遠慮ください。選挙期間中は、選挙期間終わったら、じゃんじゃんご支援ください。ちょっとずずしいですけど、7月10日から OK になります。送り先はいない00いいよ、いないいいよ、池袋 3-34-7 の2階であります。耳品って読んでますけど、靴沢良治 0702-677-8910 までよろしく、物品ご支援など、まあ現金書き留めで、送ってこられる方も非常に多いんですけれども、そちらの方も大変嬉しいであります。なんせ3年後には10人立てなくちゃいけねえからな。供託金だけで3000万か。他にポスター代とかかかるしなーという、ずうずうしいですが、よろしくお願いいたします。選挙公報が配布されたようで、全国の一覧の公報がこちらで見れます。選挙-広報.com 6議席で最多の東京の広報は手書きとかあってしびれます。全然憧れませんけれども、なんだろうな、各融合党ってなんだろうな。ちょっと謎が謎を呼ぶ、党もありまして、今日は渋谷原宿経由で蒲田まで車両でアナウンスを流しながら遅刻してしまいました。蒲田に蒲田に3時に着けませんでした。246が混んで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 、いわきの田舎ですと10キロが10分だな、じゃあなんてすぐ計算でいいんですけど、都会はそうはいけませんね。いわきの5倍から6倍時間かかりますね。当たり前か。手作りアナウンスの反応が良かったんで、明日29日は終日ですね、新宿区、渋谷区など人混みの多いところを流し凱旋いたします。見かけたら反応してくださるととても嬉しいです。11年前に野村総研がテレビを消せばエアコンの 1.7 倍節電になるよっていう結論論文を出していました。もちろんテレビでは報道せずに、今頃になってポストセブンにそれを掘り返されて、話題になっておりました。
黙殺された野村総研のテレビ消せばエアコンの 1.7 倍節電報告、報告っていうか、まあ報告書を出したのか。ネットの話、今朝の NHK でもスルーしてたな。また玉川徹が発狂するぞ。放送をやめればいい。自然と見なくなる。テレビないからエアコンの 1.7 倍使っていいよね。テレビ番組休止すればかなり節電になる。なぜやらないの。昼過ぎからのワイドショーって害悪でしかないわ。なんか専業主婦に自民党支持者が割合として少ない。女性の30代から50代が自民党支持者、支持率が少ないのはワイドショーに得されてんだねが、なんていうですね噂がありますけれども、断言できるのはテレビやクソ内容ばっかりで時間と電力の無駄ってこと。テレビを消せば熱も発生しないからエアコンも効率よく冷やせられる。そっか、熱源ないから熱発生するのを一つ消せばですね、まああといろいろ熱発生するのはあるんですけれども、ウォシュレットの便座ウォーマーであるとかですね、今の時期ですと除湿機なんかも熱発生しますよね。エアコン消すと熱中症で命の危険があるが、テレビを消しても誰も死なない。その通り。1万人の富士でももう握りつぶす業界だもん。驚きませんけど、テレビ消したらすげえ節電になるよってテレビが言いたくないのは驚かないですけど、テレビ村には6人しか村人がおりません。 NHK 日テレ、テレビ朝日、フジテレビ、 TBS テレ東、みんな仲良しです。テレビ村、不都合な事態が起こった場合、再発防止に努めたりはせずに、関係者を厳しく罰したりはせずに、仲間内で隠蔽し合います。本来ライバル関係の NHK と民放も決してこの仲良し談合から外れようとしません。この談合はですね、古くからメディアスクラムと呼ばれ、帝国最大の癌の一つです。デトックスしないといけません。昨日ですね、外線車の運転手をお願いしている日本改革党代表付きのタックンからですね、デトックスジャパンって何って質問がありまして、まあ説明したんですけれども、そういえば皆さんにも言ってねかったな、最後の最後にデトックスジャパンってやるのはいいけど、日本人皆親戚で日本は一つの個体のように振る舞うですね、日本は超個体という説に従えば、日本という個体からデトックス、解毒すべき毒を排除しましょうってことがデトックスジャパンです。つまり赤狩りとか、反日外国人狩りとか、まあそんなことですね。我々が免疫細胞や抗がん剤や抗生剤の役をします。生っ粋の日本人でありながら、日本という超個体にあだなす細胞や組織をやっつけるのが免疫細胞。まあ共産党とかの日本人部門ですか。抗がん剤薬の日本人の方がこいつらをやっつけてくれます。日本人になりすましてる日本にあだなす非日本人をやっつけるのが抗生剤薬の日本人であります。外部から来た自分の細胞でないもんですから、まあバイ菌とか病原菌と一緒で抗生剤がよく効きます。まあね、日本人、生っ粋の日本人で癌化したやつはですね、抗がん剤とか免疫細胞が働きますけど、こんなイメージを持っております。私はデトックスジャパンにこんなイメージを持っております。 TBS アナがうっかりバラしてましたね。うちではハングル喋らないと出世できません。NHK と民放には数えるほどしか日本人はいないっていう噂なんで、この前使うのは抗生剤ですかね。テレビ消すのが一番の節電なのに、それを言わずエアコン消せ消せ言って真に受けてね、真面目にそれ守って高齢者が倒れて病院に運ばれる一方ね、テレビ局員はキンキンに冷えたスタジオで仕事してんですよ。そんなの許せます？テレビ消しましょう。もうついでに捨てちゃいましょう。テレビ捨てれば大節電になるし、精神も安定し、無駄遣いもぐっと減り、なんせ広告って全部だからこれ買ってよ、だからこの保険はい契約してよ、そんなもんばっかでしょ。商業広告なんだからさ。
無駄遣いもぐっと減っていいことずくめであります。それがあの抗生剤薬の味方のヘルプにもなるしね、栄養を断つと、いうことで、がん細胞の栄養を断つということで、今日も暑かったですね。こんな中エアコン使わないって到底無理だよな。経済活動もストップしちゃうよな、エアコン使わないやったらな。効率落ちて、ただでさえ大したことないね、あのコロナをかたくなにかたくなにエボラと同等の2類感染症して2類のまましといてね、コロナより熱中症での死亡のが断然多いだろうが、何やってんの、原発なんで動かさねえの、無能政府と思っていたら、バカ経産省が発表しておりました。大企業中対象に電気使用制限発令を検討すると発表。結局ね、あの電気使いすぎの企業を罰するってよ。これあの社員一人当たり何キロワットまでとかいう網をかけるんでしょうか。ネットの反応です。こんな無能な政府じゃ GDP も増えんわけだ。経済活動やめろってのが、原発動かせばいいだけ。政府のエネルギー政策の失敗を民に押し付ける。何年逼迫してんだよ、バカ。政府の無策を民間に押し付けるな。電気自動車乗ってるやつ、笑。後世の笑い者と。電気使うな、は、経済活動すんな、と、同じ意味ですかね。企業に向かって、そんなことすんの、あれじゃねえの、企業だって、電気代払いたくねえもん。節電できるとこは、節電してるでしょ、すでに。経済成長しないわけだな。こんなバカ与党とバカ省庁じゃな。何年連続で電力逼迫って言ってんだバカって。原発動かしゃいいだろバカ。何やってんだバカって感じなんですけど、経産省とね、自民党がバカすぎなのは、直接的な原因なんですけど、間接的な原因がですね、野党がもっとバカだからです。野党がもっとバカだから、自民党がバカでも与党でいられちゃうっていうぬるま湯。立憲共産に賢さを求めてはいけません。あいつら大バカ三太郎。すげえバカ者揃いです。民主党時代にですね、自分で出した法案を審議拒否したことがあるぐらいの大バカであります。共産はバカとはちょっと違うな。気違い寄りのバカと私は分析しております。バカが共産主義っていう宗教を信じて気違いになった結果というかね、そういうようなイメージ抱いておりますけれども、まあ自民党に満足ならば、全くね、文句のつけようがないなら、私も立候補してないですけどね。自民党がバカで我慢できないから、大金投じて勝負してるわけでね。まあ自民党がバカだってことは分かりきったことであります。私が立候補するぐらいですから。ですが野党がもっとバカで、野党よりマシだな。しょうがねえな。っていうことで自民党が与党でいられてんだからな。お前ら決して自分らが賢いから与党でいられてるわけじゃないんだからな。その辺自覚しろよなって感じあります。そういうわけで今日は長時間日に当たりながら車で渋滞をノロノロ言ってたんで、最後の方も疲れちゃって品川の凱旋はなんか話ループしちゃったんですけど、あんまりループしすぎてってことはカットして、アップロードしたいと思います。それでは明日からの選挙戦も、よろしく応援お願いします。デトックスジャパン。